職員室にだけ冷房ついてるとかね、昔の学校ではあった気がする。ああ、はい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 、うん。なんかコンピューター室にだけなぜか冷房ついてるとかね。なるほどね。へえ、うん。うちの小学校そうだったな。なんかコンピューター室と職員室にだけななぜか冷房ついてたりしたな。うん。うん、でもなんか若いうちは階段使いあるわ、その風潮、うん、風潮ね。うん。え、ボンさんの学生時代は冷房とかも一切なしなんですか？全部ありましたよ。え、全部あったんですか？でも小学校の頃から全部ありました。ボンボンすぎるなこの人。いや、ボンボン、あのちょうど僕が、うん、違うんです、小2の時に、うん、冷房が開発された、建て替えた、違う、そんな古くねえわ冷房が誕生した、見るの、うん、あったわあったわいい学校すぎ。ちょうど小2の時に建て替えてくれたんですよ。嘘でしょ。え、ボンさんが小学校の時に東京にはもう冷房があったんですか？あったわあったわ、余裕だった。いやいや、もう僕が住んでた田舎はもう高校でもなかったからね。余裕であったわ。だから小2の時は正直覚えてないけど、小2ぐらいで建て替えがあったので、めっちゃいいな。全部ついてました。僕小中高となかったですよ。小中高も？あの僕たち、あと高校生の時はあったんですけど、ね、僕たちね、すげえ嫌だったのが、なんかいつかラジオで話したかもしれないんですけど、僕14クラスあったんですよね。一学年。クラス、はいはいはい。マンモス校だ。マンモス校、大分県で一番大きい高校なんですよ。はいはいはい、で、マンモス校で、その1から14まであるんですけど、その、1が一番頭悪いんですよ。え、そんな、え、階級に分かれてる？そう、階級に分かれてる。14が一番頭いいんですよ。で、頭いい順に配置されてるんですよ、本当に。偏差値順。で、うん、14、僕14だったんですけど、14クラスは、一番いいとこは学費が全部タダなんですよ。うわ、学費全額免除で冷房付きなんですよ。もうなんか漫画の世界じゃん。漫画の世界。で、1は、G1 って言うんですけど、G1 は、うん、学費が一番高い上に冷房なしなんですよ。でも、暗殺教室いや、だから、めちゃくちゃ嫌われるんですよ。僕たちは別に悪いことしてないのに、あいつら、学費1円も払ってないくせに、俺たちの学費で冷房付きのいい新校舎に住んでるんですよ、僕たちは。で、1の人たちはめちゃくちゃ古い校舎なんですよ。もちろんヤンキーたちですよね、1とかに。ああ、そうでしょうね。もう、運動会の時とか大変でしたね。もう、悪質タックルよ。そうよ、そうよ、ね。暗殺教室だ。うん、いや、ガチでそんな感じでしたね。逆だったけど、暗殺教室は。そうなんだ。そうです、そうです。でも本当にそう。で、今でもそうですよ、多分なんか。うわー、それ。高校3年間で、だから英検とかもお金出してくれてたから、確か。ただ、まあ、修学旅行代ぐらいでしたね、出したのはね。まあでもそれを分かって入ってきてるからね、入ってくる人は。いや、とはいえさ、とはいえ、やっぱその。とはいえだけど、なんかそれでなんかね、うん、ふざけんなとは、なんのおかしいなっていう。いや、まあそうなんだけど、僕たちも入るまでそんなにね、なんかこうあると思う。ここまでとは思ってないよね、多分。そんななんだ。ね、いやー、俺なんか5番か6番がいいよ、教室。いや、でもボンさんあれでしょ。もうボンさんは全クラス14だったわけでしょ。でも。まあまあそういう意味で、まあ、まあクラスは少なかったですけど。全クラス14だったでしょ。もう。まあそうです、そうですよ。冷房付きの新校舎で。まあそうね、そうね。いや、まあ。まあまあ、まあ、まあこんなこと言うのあれだけど、はい、都会の学校だから。